お城は嫌いじゃなかった？人席に王様がいればお前にもわかる。その王様はどんな餌をちらつかせたのか。人を犬みたいに言うな。へえ、犬か。なんだ、お前は違うのか。悪かった。じゃあ餌の時間は考えなくていいな。おい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 、そうじゃないぜ。しっかりしつけられてるわよ。私が行っても城に行きたがらなかったんだから。しつこいな。城なら賞金の手数料も浮くだろう。大がこっちの条件は飲んだんだよ。条件？ああ、もういいだろう。そんなにおしゃべりが好きか。まあ。じゃあ半日節約しろ。城に着くまで丸一日あるぞ。ねえ、世界の危機って河原の石みたいにゴロゴロあるの？いつの間に半日過ぎた。フレデリック。ん？あなた、笑ってるわ。それがなんだ？前にみんなで人間の幸せが何か話したことあるでしょ？私だけみんなと違う答えだった。人の体になった今でも私に残ってるのは世界を守る役割だけ。人間になったのはむしろあなたなのかもね。まだ気づいていないのね。私の誕生日で呼び出しておいて、まさか仕事とはね。悪いな、俺は他に取り柄がない。今時機械言語？本気ハイブリッドはまだ続くぞ。これはローズだ。宣言エラーが出普通あ、エラさなんて回りとりあえずくそ気の利いたま指輪まあデジ許す。俺はフレデリック、もし何私もそう、そん帽子ああ、そんな日なんでもいい。今日のこの帽私撤収するぞ。仕事は？その話は後だ。やっぱり依頼受けたんだ。あの王様、前世はトップブリーダーか何かね。だから人を犬みたいに言うな。プレゼントがいらないのか？斬新なバラね。伊勢を見聞許可証？レベル4の隔離地域？今からそこに向かう。え、なんで？バカンスだ。20年間誰の足跡もつけてない軍所有地で？深く考えるな。仕事とバカンス言ってみろ。え？ええじゃない、仕事とバカンスだ。仕事とバカンス。声が小さいぞ。仕事とバカンス。仕事とバカンス。おっと、仕事とバカンス。そうだ、よし、どっちを選ぶ。バカンス。上等だ。本当に仕事はいいの？面倒な話だ。イノが絡んでるからな。あり
リエルスから何かを奪ったらしい。どうした？え？バカンスは洗濯ミスか？いえ。ねえフレデリック、あの破壊神ジャスティスもいなくなり、それを利用しようとしたアリエルスも捕まった。なら今世界にとって一番の脅威って何かわかる？何の話だ？いいから。なあアクセルだな、時間を止めたり巻き戻したり、科学も魔法も子供の遊びだ。正解。アクセルがその気になれば神にも似た存在になる。どうして彼にそんな力があると思う？謎謎はもういいだろう。要点は何だ？同じ力をイノが使えるとしたら。いやねえな、ありえねえ。なぜ？世界がまだ存在してる。それは彼女の力がまだ完全じゃないからよ。完全？お前何を知ってるんだ？アクセル。いや旦那。はい、ジャックちゃん。お前一体。時間がないんだ、聞いてくれ。今からこの先の市街地でまずいことが起きる。それが何かは分からないけど、俺は先に行くから旦那もすぐに追ってきてくれ。頼む。